はい、皆さんこんにちは、テルジーです。ワード使ってますか？なんかいろいろあってね、難しいですよね。で、私もね、いろいろね、たまにですけどね、文章とかね、ちょっとしたね、表とかね、作ってるんですけどね。で、わからないことはいろいろあるんですよね、やっぱりね。なかなか難しいもんでございます。それでね、よく聞くのがね、ワードで罫線ですね、一本線。あれが危険で困ってるっていう人が多いんですよね。で、それだけ私は知ってますのでね、ちょっと今からそれのやり方をね、ちょっと皆さんに教えたいなと思ってます。はい。ではやってみましょう。はい。はい。これはキングソフトのワードです。マイクロソフトのワードでも、まあ、使い方は多分一緒でしょう。そういう過程で、ちょっと話したいと思います。罫線ですね。罫線を引く場合は、これカーソル点滅してますよね、今、こう。この左側で、クリック。だこういう感じになりますよね。そして、これです、これ。これの、右側の下向き三角。これをクリック。で、これの、下側に線を引き出すわけですから、下罫線。これをクリック。と、罫線引けます。ですね。で、これに、文字を入れればいいわけですよ。こういうふうにね。はい。もしこの罫線をね、下に側に持っていきたいと思うことであれば、エンターキーを押せば下に下がっていきます。はい。で、もしこの罫線をね、ちょっともうちょっと濃ゆくしたいなとか、大きい太くしたいなとか、思うでしょうないですか。そうしたらね、また下向き、ここの、点滅しているところで、左側でクリック。このマークに変わったら、これですよ。これのまた同じとこです。下向き三角をクリック。罫線、一番下に、線種と、なんて書いてあるんだ。網掛けか。網掛けの設定というのがあります。これをクリック。で、ユーザー設定にクリック。それから、色は、まあ、黒でいいです。まあ、自動になってますから黒ですよ。で、線の太さ、これ。これを大きくすればいいんです。例えば、これぐらいならこれぐらい。にすればこれになります。で、このまま OK してもダメなんですよね。必ずこれにしたら、これを押してください。これです。そしたら、こんな風になります。ここは変わります。はじめは、この何にもないんですが、これをクリックすると、これに変わります。こうなったところで、OK です。と、これが濃くなります。はい。いかがでしたでしょうか。罫線の引き方、わかりましたでしょうかね。はい。その他聞かれてもね、私にはよくわかりませんし、説明もできませんので、はい。罫線だけは知っておりました。はい。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイ。